皆さんこんにちは、ガサキ鉄道です。今回は新川崎駅に行ってきました。今回もクラスメイトのジャガイモくんと一緒に行きました。ジャガイモくんは歩きで、ウプ主は足が痛かったので自転車で並走していきました。はじめに住宅街を30分か40分ぐらい迷走した後、ようやく第二京浜に出ました。そして横須賀線を越えてさらに進み、池上警察署のところで曲がります。駅内もあるんです。東急線系の未更新車です。どちらかといえば急線系の現在の姿に似ていますね。多摩川を渡ります。橋の名前はガス橋でした。面白い名前ですね。あとちょっとで着くと思ったら平間駅でした。勘違いさせやがって。ようやく線路が見えてきました。さすがは旧捜査場、貨物列車が見えますね。線形の現在の姿に、ここは結構な撮影スポットですよ。なぜなら手を伸ばせば余裕でついてしまうところを高速で列車が通過するのですから、安全面は置いておいて。南武線、鹿島田駅との乗り換え案内もあるんですね。結構不思議です。現在の新川崎駅は縮小されていますが、かつては赤線のところまで駅がありました。そこには新鶴見操車場という操車場がありました。お待たせいたしました。駅へ入りましょう。
ある直通線が見えますね。貨物駅の中を電車が走っていると、未だに違和感を感じます。この看板は新川崎から川崎すぐ着くでしょとか言っている輩のために作ったのでしょう。じゃがいもくんは電車で帰るためここで別れます。どっかの配線跡にありそうな境界石が立っています。さあそろそろ帰りましょう。あれは横須賀線か。いや違う、都営の車庫だ。そろそろ中延駅だぞ。あともう一駅。